長谷川義信10月11日から1966年8月4日は、大正、昭和期の浄土宗の大創上、教育者、社会事業家、宿徳大学創設者、初大学長、貧民外の聖者として知られる、香川豊彦、日本福祉大学創立者である、鈴木修学と並び、宗教理念に基づいて、 実践を行った三大社会事業家の一人とされ、東の長谷川、西の香川、中部の鈴木と称された。修正、肺結核など数々の病に悩まされながらも、セツルメント活動や、婦女教育においては、実践を重視し続け、日本の近代社会福祉の礎を築いた。晩年は、浄土州特命会教師として、 ブラジルへの不況などのために何度も太平洋を渡航しつつ、後継者の育成のため大学開学にも尽力した。吉信は、南米各国に移民した数多くの日本人への激励、宗教、教育、文化、社会福祉の拠点としての寺院建設などを主な目的として、年63にして、学園、学校の一切の役職を離れ、 一回の老宅発像として、北、南米を視察、海峡に旅立った一回目をはじめとして、死の直前に至るまで、ブラジルを中心とした、中南米及びアメリカへ、実に三度もの渡航を行っている。戦時体制下の非常時を除き、日本からブラジルなどへの海外移民は戦前、戦後を通して、食料問題、 過剰人口問題の解決策として官民挙げて、組織的に行われていた。これに、かねてより関心を寄せていた吉信は、ブラジル移民の積極的推進者かつ、吉信の友人でもあった植塚氏に誘われ、日本高等拓食学校の教師の職につき、移民への教育を通じて、実際に移民政策に協力をしていた。また、ブラジル海峡に至る背景としては他に、 なでしこ園に特に多く受け入れていた米兵と日本女性の間に生まれた孤児たちを人種偏見の少ないブラジルの地に迎え入れることで伸び伸びと生きてほしいと考えていたことも理由として挙げられる。しかしこれはブラジル政府の反対にあいブラジルのためになるわけでなく日本では住みにくいからブラジルに来るという考え方では両国関係のためにもならないとして批判され 吉野部はこの批判に対し柔軟に理解を示した。結果としてこの構想は実現には至らなかった。ブラジル行きの決意を後押しした出来事として意外なところでは学園事業に勃発した労働葬儀が挙げられる。手広く行ってきた学園事業の労働葬儀の処理には実に半年を要し吉野部がこれまで制御と考え戦後は 復興に奔走し続けてきた学校経営に一時幻滅し、外遊は自身の怒りを沈める意味もあったことを後に10回している。一度目の渡航において吉信は、ブラジルの国情と日系社会の実情を正しく把握するために、徒歩での調査を行い、約8ヶ月をかけ実に、ブラジル全23州を踏破した。この中で吉信は、 約2000人の人々と知り合ったと言い,い、これらの人の多くを手帳に書き留めていた。この頃、南米浄土州別院日白寺が、ブラジル政府から正式に認可され、合わせて自身の永住権も取得している。しかしこの後、支援体制の不備もあり、日本から呼び寄せた公認の会教師が吉信の帰国した数ヶ月後に任務を離れてしまい、 ブラジル海峡事業は一度は頓挫してしまう。二度目は、前回の反省も踏まえ、工事を託す青年海教師三名、すなわち佐々木陽明、西本武両、長谷川義明を同行。ブラジルを代表する知的障害者施設、子供のそのの全身の開園など、日白寺学園の事業を開始している。この頃、吉信は、キリスト教などを含むすべての宗教による、 共同戦線、仏教大連合を基としており、吉信が三位一体の語を明確に用いるようになったのも、この時期と重なる。三度目の渡航の前には五人の医師による診断を受け、そのうち四人の医者には余命三ヶ月の胃がんと診断され、手術をすれば自由に動けなくはなるが一年半ぐらい。 延命することができるだろうと告げられたが、残り一人の医師に異界用の可能性を指摘され、その医師の診断の通り禁止を守り処方された薬を飲んでいたところ、ひとまずの回復を見た。この時、国際社会事業教育社会議を呼び、国際社会事業会議に出席している。吉野部宣言の後には、遺骨は分骨され、大岩寺、茨城県特政寺、 長谷川家墓地のほか海を越えた、サンパウロの日白寺へも埋葬されている。遠石の住職、小池地上の養子に入った際、生活が質素。その上寺の仕事、学校の勉強、仏道の稽古もあり、まだ少年だった吉信は、あまりの辛さに20キロの道のりを一人で歩き、実家に帰ってしまうこともあった。その度に屋根に励まされ、 再び20キロを歩いて、特製寺に帰っていた。明治45年、例外で、米不作のため米家が冒頭、民衆が米屋を襲う、米騒動が続発する。恩師、渡辺開局が開発した、浄土州労働協済会の手伝いで、スラム地区に出入りしていた、長谷川義信は、その窮状を知り、この年の7月、 同級生18名とこれに賛同する。同級生と共に、米屋の調査を行い、南京米ならば安価であることを聞きつけ、恩師の示唆、学友、知人の協力により南京米の買い付けに成功し、8から9月の2ヶ月間、両国栄光院、新宿体操院、小石川伝通院の3箇所で、連売会を開催する。スラム街の場所は、 宗教大学近くの西菅母にある通称二百軒長屋というところである。この長屋の様子は地理学者小田内道俊の書いた帝都と近郊に詳しく紹介されている。これによれば建物は貧弱な上に柱を補修してようやく立っているありさま。屋根を瓦にしたくてもこのような状態の柱だからとても支えきれず元の ままに状態に置いてあるという。長屋内は一つの街のようで、タバコ屋、酒屋、理髪店、駄菓子屋、八百屋と何でもあり、貸し布団屋から入り屋まで揃っている。くず拾いを商売とする人が多く、長屋内は不潔なので一般の人は決して中に入ろうとしなかったという。そこで、くず拾いの手伝いをしている子供たちのため、読み書き、そろばんなどを教える。 夜間学校を開校。そこに通う子供たちの両親から、先生は何でも知っているということで、身の上相談をするようになった。それが広がり、吉信は、夫婦喧嘩の仲裁や簡単な病気の治療法、そして仕事の世話もするようになっていく。ついには、人事や法律などの相談書を開設することになるが、吉信はこれらの活動を、組織的、 系統的に実行することを願い、そのための組織、真花屋学園の創設を意図するようになっていった。吉信がまだ、200軒長屋に住み、真花屋学園創設に向けて準備中のこと。ある夜遅く、寒風吹きすさぶ中、家路を急ぐ吉信に、一人の男が、近くに宿屋はないかと尋ねてきた。近くに宿屋はなく、電車もなくなっている時間なので、 義信は自宅に来て泊まるようにと言った。男は感謝して泊めてもらうことにしたのだが、ついてみて驚いた。何しろ、場所は悪名高き、200軒長屋。しかも、4畳半1軒の部屋で、一つの布団に背中合わせで寝るありさま。それでもなんとか眠り、翌朝早く出発したのだが、その時にお礼として50銭を置いていこうとした。だが、 ヨシは男を呼び止め、お金を無理やり返し、別れを告げたという。男にしてみれば、貧困屈にはそぐわない人物、あの人は何者だろうかと気になって仕方がない。そして、半年後、男は再びヨシの住居を訪れた。その時、ヨシは、マハナヤ学園が建設され、移った後だったが、隣の老婆にヨシのことを知らされ愕然とした。 様子だったという。この世に、そんな立派な人がいるのかと、まるで、真花屋学園を、静電のように、涙を流しながら拝み続けたそうである。その後この人は、学園の維持費にとかなりの金額を寄付している。病床にあった、吉信であったが、誰よりも早く被災地に駆けつけ、ニード調査を行い、救援活動に入った。宗教大学の学生。 卒業生84名を動員し、水死体の収容と葬儀を行い、炊き出しはもちろん、風呂場を作り、子供たちには衣類を分けたと言われている。吉信の宣言後、まず、長谷川吉信選手が、大乗宿徳学園、長谷川仏教文化研究所により1972年から1973年に、刊行された。後に、これを改訂、増補したものが、 長谷川義信全集として日本図書センターより2004年に刊行された。ありがとうございます。